こんにちは、シエルです。今日はですね、ネイルサロンに行ってきました。はいはい、といってもね、まあ、毎回私クリアのジェルネイルなのでね、何のデザインもない、ただの透明な感じので、この間友達にネイル可愛いって言われてちょっとびっくりしたんだけど、そうそう、透明なんだけど、やっぱジェルネイルをしているとぷっくりしててツヤツヤで、ネイルサロン行くと甘皮処理とかしてくれるから、爪のやっぱお手入れとかしてくれるとやっぱ全体的に綺麗になるので、なんていうのかな、私自身は、まあ、マジシャンやってて別にネイルの指定とかないから派手でも何でもいいんですよ。ただ昔すごいギラギラの爪だった時があって、それでお客さんに、まあ、マジックしてる最中に爪すごいねって言われて、でそのすごいねがキラキラで素敵で可愛くてすごいねっていうよりも、結構ギラギラしててすごいねみたいな、なんかそっちの意味にも聞こえて、まあそれから、まあマジシャンとしてこう結構手先を見せる仕事をしている中で、ギラギラすぎちゃうとあれかなと思って、でそれからずっとクリアなんですけど、クリアジェルネイルなんだけど、やってると爪の形も綺麗だし、やっぱりネイルサロンでしっかりとこうお手入れをしてくれるので、まあ、クリアのジェルネイル、私はすごいおすすめだなと思って、で、まあ、今日それで動画撮ってるんだけど、私2、3週間に1回行ってて、こういうジェルってね、オフするのにも結構時間かかるんだけど、そのジェルオフと、あとこのクリアのジェルネイル塗るので、1回だいたい5000円ぐらいなので、月だいたい1万円ぐらいで、まあ、お手入れしている感じなんだけど、ジェルネイルするときちょっと爪削るんだよね。それで爪がすり減っちゃってちょっと痛くなっちゃった時期があって、少しお休みしてた時期もあるんだけど、ジェルネイルをすることで結構補強されるんだよね。爪とか割れにくくなったりとかするので、それでまあすごいジェルネイルおすすめだなと思っているので、本当お仕事でデザインできない人もクリアのジェルネイルでもすごい可愛いって言われることがあるので、まあ参考にしてもらいたいなと思うんですけど、最近私そのフラリッシュ系こうトランプでいろいろやったりするときに、やっぱね爪が長すぎるとちょっとやりにくかったりするので、できる限り短めにっていうお願いをしています。私も本当ねジェルネイルしてないとどん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 爪が短くなっていっちゃって、結構ねなんていうのかな、このピンクの部分がどん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 減っていって丸っこくなっていくんだけど、ジェルネイルをしているおかげで爪の形がすごい綺麗に保たれてる感じがするので。というわけで今日はアラサー女子のネイル事情でした。